ん、声聞こえない？あんまり分かってないな。え、これから体育どういうこと？ゾウ、やっぱゾウだよね。顔万が一。うん、ドラッグストアのコスメ。へえ、これも連れてこうかな。タイ、へえ、おすすめなんだ。カオマンガイか。私パクチー大丈夫だからちょっと楽しみだな。マンゴーツリーっていうご飯屋さん、え、ちょ覚えとくね。マンゴーツリーね。マンゴーツリー何屋さんそれは。やだよ、気をつけてね。美味しい、ホワイトチョコ美味しいですよ。タイのグリーンカレー、うん、いいね。ゴジラマイナス 1.0 14回しか見れてない。めっちゃ見てるじゃん、すっごい見てる。トランク着てたら入館で止められ、止められないよ、こんな可愛いのに。なわけないでしょ。屋台ね、やっぱ美味しいんだ。食べたいな。タイビールも楽しみだし。うん、全然みんななんかタイの話してるのに服のことしか聞いてくれない。そんなに見慣れちゃったからかな。うん、なんかさ、いや、そう、これでね、そのタイに私10代の頃にパスポートを取ってたのよ。で多分5年とかなのかな、子供だったからなのかな。で失効しちゃってて期限切れちゃってたのよ。だから新しく作り直したんだけど、その時のさ写真持ってくやつにしたのよ。でこれをね着て証明写真のボックスに入ってね、ナダルさんこれちょっとここら辺にさ顔が上の方じゃない、だからあ映るかなと思ってこうやってってやったのにさ、結構あの正面写真のやつ写ってるやつもあるんだけど、基本あのそのパスポート用のはねここからここの画角しか映んなくて、ナダルさんは映らずだったんですね。悔しい、せっかくこれでやろうと思ったのにさ、なんかナダルさん全然映んないし、なんか美白モードみたいなプラス100円にしたらさ、普通に結構ちゃんと化粧をしちゃったから色塗って、なんか結構白飛びしちゃって化け物みたいになっちゃってさ、残念だったな。ちょっとせっかくなんでこれです。ナダル嫌いって言ってる人いる、やだ。全然みんな本当に聞いてくれない。そうだからもっとねちゃんと映るようにもっと計算してここら辺服詰めていけばよかった、こうやって。そしたらまた映ったかなとか思ってすごい悔しかったです。結構証明写真の機械さ一回まあまあいい値段するし、あの小銭がさもうほんとなかったから、あじゃあもうこれでいくかと思ったけど、ちょっとほんと悔しかったですね。ん、私も行く予定だった。どこに、あタイ？どこで買ったの？あ、多分ね、ここのクロワチケさんのオンラインのショップかなで買いました。多分ファンとかじゃ、ファンクラブとかじゃなくても買えた気がします。うん。でもこれ髪の毛ね、ショートね、今伸びちゃってるんだ。もうちょっと本当はね、ここら辺がスッキリしてて。もう短いはずなの。なんかね、体育前に切りたかったんだけど、いつもなんか切ってもらってる美容師さんが今旅行に行っちゃってて、ちょっと残念ながらまた諦めて次また帰ってきてから切ってもらおうかなと思って。わはわは、
ナダルも浜辺さんもどっちも綺麗ですね。ありがとうございます。なんかインフル流行ってるんだね。チョコ好きです。なんか質問みたいなとこいっぱい来てるけど分かんないな。それより短くしないの？いや、もうそうね、あの今日発売したカレンダーの時はね、もう少しハンサムショートって感じだったんだけどね、ここももっと短くて、今ねちょっと伸びて、多分これだとマッシュなのかな、マッシュショートみたいな中間ぐらいな感じになっちゃってるね。本当はねハンサムぐらいにしたかったんだけど、なんか意外とお洋服がね衣装とか難しかったり、広告系とかも意外とちょっとむ横のラインが難しくて、私の頭の形なのかな、なんかちょっと今丸みっぽくなってます。うん、いや今日はね本当は能登のさイカをねあったから煮物作ろうとか思ってたんだけど、作ってもタイまで食べきれないなと思ってイカ冷凍しちゃいました。でチョコ帰ってきたらイカを食べます。無事にで、これ今15分経ったな、意外と経つものですね。なんか何の話しようと思ってたかな、カレンダーでしょ、映画も今やってるか。今日石川県のエビのかき揚げ食べたよ。エビのかき揚げ美味しそう、食べたことないかも。うん、そうそう、バレンタインの CM がね今日解禁されてて、それがあってねチョコ食べたくなったんだよね。普通に美味しいです。意外と結構パクパク、あとちょっとね、ちょっとあとこれぐらい、ほらこんなとこにもいる、こんなとこにもいるよ、すごくない？ほら、ほら全部にいる、わーい、すごいよ、本当にすごい。これ私もね、私もこの私バージョン作りたいぐらいなんだけど、やっぱ面白くないからな。今度さ、その今発売して受注終わったかな、あの片桐仁さんにね作っていただいたのが、それはすごく可愛いの。なんか可愛いやつとこういうさちょっと面白いみたいなさやつも作りたいんだよね本当は。でもこれめっちゃ良くない？ほらこのか、なんか画質のそんな粗さもいいし、あと着やすいんだよな、すごく洗ってもさ意外とシワになんないし、色落ちもしないしね。この縫い目のところが意外と雑なのもいいよね、ほらほら耳2個なっちゃってる面白いよね、面白いというか怖いって言われてる、ひどい、可愛いのに。今日さ、だからマネージャーさんにあのこのナダルさんのこれにするか、最近感激に行ってた行かせてもらったそのイサボっていうね、そのミュージカルの T シャツにするか、もう一つ今後のなんか T シャツにするか、どれにしようかねって言ってたら、結局なんかこれになりました。ナダルさんが選ばれてしまいまして、なんか写真集の話なんかあったかな、
でもね、すごい髪の毛がちょっと今より短い時期のやつだから、あのね、あの時期の髪の毛の長さが結構好きだったんだけどさ、なんかなんてオーダーしたらああなるかがあんまり分かってなくて、なんか今行ってる美容師さんのところね、私多分あのマスクいつも外さないからでさえ切ってくれる人なのよ。だから顔バレしてなくて、だからこうなんだろう、いつもなんかお任せみたいな感じで切ってくれるのよ、短めでみたいな、ここスッキリさせたいですみたいな感じで。あの時のやつにはどうやったらなるんだろう。途中からなんかマッシュにこうしてきたのもあって、ハンサムにしてくださいって言ったらなんのかな、あれぐらいのも可愛かったな。すごい、だからそれのハンサムショートっていうのもそうだし、あのお洋服もね6パターン変えて、結構あ、やっぱ 20% のバッテリー、なんかねガーリーなんだけど、やっぱりハンサムショートだからさ、すごいあのガーリーになりすぎなくてちょっと可愛いんですね、一枚一枚が。ぜひ見てみてください。あ、そうそう、なんかねオフィシャルサイトの方で頼んでくれた人のやつがね、なんかいろいろなんか入れ違いなんか連絡がなんかうまくいってなかったのかでね、今日到着できなかったみたいで、それは本当すいません。オフィシャルサイト、本屋さんとかでもぜひ皆さん買ってみてください。ナダル笑ってるよって、笑ってくれてる、こんなにおしゃべり下手でも笑ってくれてる、よかったナダルさん、よかったわーい、よかったやばい、これ本当にこれ着てこんなふざけたことやってるってコロチキさんお二人にバレたくないから、本当に静かにしよう。これなんか最近リールとかでさ、なんか結構回ってきちゃうのがすごいね、困るよね、ランダムでさ、だから困るからやめとこう。やっぱりちょっと今日でもワンちゃんいないからさ、なんか手持ち無沙汰でさずっとチョコ食べちゃうけど、本当にワンちゃんに助けられてるなと思う、手持ち無沙汰すぎる。うんうん、タイでさ、いや私サンダルで行こうと思ってて、でなんかさサンダルじゃ入れないとことか結構あるのかな、なんかもう一つ、うん、なんかこうかかととかつま先隠れてる服持ってった方がいいのかな、どうなんだろう。いえ一番です。どういうこと、あ全然なんかあれうちの大丈夫かな、もういっか、ちょっとなんかタイの米は細長いです。なんかワンちゃんいないからかな、すごいいつもより落ち着かなくて不安になってくるな、これ大丈夫かな、どういうこと、あ間違えた、承認しちゃいそう、え何これ間違えたかも、大丈夫、どういうことこれ、大丈夫だよねこれ、事故ってないよね、短パン NG があったよな、マネージャーさんが多分連絡来たりしてるからすごい不安になるからさ、オンに最近してるんだよね、これ通知音って行くんだそっちに、怖いねまあまあちょっと今日はじゃあ全部のナダルさんと共にインライをお送りしましたが、あーすごい、いろんなところにいる、ほらツーショット撮れちゃうんだよ、これマネージャーさん取っといて、私のマネージャーさん、ナダルさんと
こっちのナダルさん。はい、ありがとうございました、カレンダーが本日より発売なのでぜひ見てみてください。チェックしてみてください。本屋さんとかであったらぜひ。なんか可愛い卓上カレンダーなんでお願いします。じゃあお願いします。バイバイ。これアーカイブどうするんだろう。教えてくれるかな、白ちゃん。バイバイ。